はい、今週も始まりましたザ・レスポンスポッドキャストナビゲーターの山田です。小川です。よろしくお願いします。はい、さて、はい、先週僕1週間ぐらいですね、東京にセミナー3つぐらい、マジで1週間ぐらいずっと行ってたんです。僕講師はしなかったんですけど、セミナー3つ3つに顔を出してきたんですけど、ポッドキャストの人みたいな感じで、ポッドキャスト聞いてますって言われたんですね。ポッドキャストの人みたいな感じで聞いてますみたいな感じ で、それで言われたんですけど、それで言われたことが、まあこんなん聞いてますっていうのは言われたんですが、なんですかね、マーケティングの話で役立ちましたみたいなのは一人もいなかった。残念なことに。残念すぎるじゃないですか。あのとんかつ屋とそば屋の話めちゃ面白かったですねとか。残念すぎるじゃないですか。残念ながらそういうふうな話になってますね。ものすごいこう、なんですか、メルマガよりもさらにライトな感じでやってますね。感じのことを言われました。よくわかってますねって言っときました。楽しめると。はい。言われました。はい。じゃあ、今日も軽く。いきますか、はい、それとも重くいきますか、そうですね、どっちがコース、そうですね、今のところどっちも用意してないですか、どっちも用意してない。どっちもない、どっちもないで、僕今からこれ選ぶって何なんですか。どっちもないの選ぶ、どっちもないけど選んでくれ、選んでくれっていう、ね、謎の感じになってますが、一応小川さん、まあ結構もう2月になってますが、まあ、1月、まあ、お正月があって休みがあって初めての登場という、あ、そうだっけ、はい、ああ、何をされてましたか。おーっと、来ましたね。来ました。ヘビーなやつ来ました。ヘビーな方ですか。はい。じゃあもう役に立つ話が今から。役に立つ話するよ。どういうこと。売上が上がる話を。売上が上がる話か。あのね、最近ね、はい、からあんまりおすすめしないんですけど、はい、朝起きて。来て、はい、メールをチェックするんですよ、はいはいはい、これダンケイとか絶対やっちゃう、それいきなりダメなところが入ってます、いきなりダメなところが入ってますよね。でメールチェックすると、その会社のそのデータ管理システム、ね、CRM システムから6時にその毎日メールが飛んでくる、はいはいはい、うちの会社から、ね、そう、うちのこの、はい、ダイレクト出版から、そう管理システムで、それ見るとその売り上げが上がってるんです。そうですね、はい、はいはい、上がってると、そうそうそう、休みなのに上がってると、そう、はい、でもそれしてるから、2秒で終わる、売り上げ上がることでしょ、でそれなんですか、それ上がって売り上げ見てるだけです、なんかね、メールで売り上げ届くんだ、はい、でそれはもう僕のところにも届いて知ってますけども、あ、今月結構売れてるなっていう話っていう、なかなかこれはね、うん、どういうふうなチョイスをして、頭の中でチョイスしたらそれが出てくるという話、うん、いや、売り上げといえば何だろうなと思ったら、はい、そのまあシステム、みこしばっていうんですけど、はい、あ、みこしばメール見て売り上げ上がってるなみたいなのを思い出したという話ですね、そう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 っていう話です。なるほど、うん、じゃあそれをみこしばメールから届く、そのメールで売り上げ上がってると状態を作るための秘訣を、作るための秘訣の方、重要な秘訣、はい、初めからそっちの質問したつもりだったんですけど、ちょっと出てなかったような、なるほど、なんか送られてくる的な話、報告が来る的な話になってたらしいんで、はい、じゃあ真面目な話を、はい、いや、これはね、ウェブセミナーとかでも言ってる話だけど、はいはいはい、まあ人に任せて売り上げを立つようにすると、あ、はいはいはい、自分が働かなくてもという、そうそうそうっていうようにするためには、なんとかな、まず任せられるだけの、要は自分の頭の中で散々やってたことをちゃんとその目に見える形に、いわゆる仕組みにしないといけない、ね、マーケティングの仕組みとかそういうのをちゃんと作って、でどこをポイントとしてこう見るかっていうね、まあうちよく言ってるリードコンバージョン LTV とか、あれ別にリードコンバージョン LTV じゃなくてもいいんだけど、自分が見るべき KPI っていうのをちゃんと見出して、多分この業種によって違うと思うけども、大体、まあ、まあ大体そのオンラインでネットで、まあ、マーケティングしてるとやったら別にリードコンバージョン LTV でまあまあ
間違いないんじゃないかなとは思うんだけど、KPI ってあれですね、その経営の指標みたいな数字ですね。キーパフォーマンスインディケーターって言いますね、なんか重要な指標みたいな。そうですね、なんか店舗ビジネスやってはる人だったら、なんか来店数を KPI にしてみるとか、なんか分からないですけど、ね、よくあの、なんだっけ、客単価と、客単価と、そうですね、なんかありますよね。来店数と、来店数じゃなかったかな、なんか忘れましたね。客単価、なんとかとか、なんか忘れたけど、まあ、なんかそういうのあるじゃん。業界、業界にありますよね、その、はい、ちなみに、その飲食店の話だったら、その、例えばマクドナルドとか、まあ、スターバックスでもいいけど、うん、そこ の, あの株主向け の, あの発表みたいなのを見れば全部書いてある、その資料にってことね。 それが重要な指標やから、それを元に計測してると。それで昨年対比でどれぐらいヘッドが増えたかみたいなのを、まあ、やってるわけでしょ。まあネットで、ね、集客するようなビジネス、まあ、うちみたいなネットで通販するようなビジネスだと、あのまあ、客数客単価っていうのは、まあ言い方変えればそうなんかもしれないけど、うん、客単価っていうよりは LTV になるよね。そうですね、ライフタイムバリュー。そうそうそう、客単価っていうのはやっぱお店に1回来て次来るの分かんないけど、うん、うちみたいに、まあみんなそうだと思うけど、ダイレクトマーケティングの会社はそのお客さんとの関係性を作っていくっていうわけだから、うん、まあライフタイムバリュー、その、うん、顧客のいわゆる生涯価値っていうのを、うん、まあ客単価の代わりでもないけど、うん、まあ、まあ似たような感じで使うと、そういったまあ概念をまあその作り出して、であと優秀なやつにあと頼むよって急に話がものすごいきっちりしたところから急にバッサーなりましたね。ガッツンという頭のいいやつ雇って、ね、いいやつ、これだからこれあげて、あげてね、なんか分かんなかったらググれば分かるからよくなんかこうね、あのブラック企業でみたいなそういうところに出てくるググれば分かるっていうね。そうそうそう、はい、まあまあまあその冗談はさておき、はい、まあとにかくまずそういう指標を持って、でまあでもその優秀な人間にあの任せるっていうのはもう本当これが全てなのね、まあ、全てっていうかまあ、うん、あのまあ、根本的なところ、ね、まあ、一番重要なポイントというような感じですかね。そう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 、ここ外すとどうしようもないという。面白かったのはね、はい、あの去年か去年の11月に、うん、あのマスターソンのなんかあれ、あ、はい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 、ベンチのマスター前で言ったらマスターソンが来ててどうのこうのみたいなね。だからぶっちゃけあれマスターソンに会いに行くためにそのマスターマインドで入ったのね。あ、そうだったんですか。そうそうそう、あれ確かビーチのマスターマインドに、はいはいはい、350万ぐらいでしたと、はいはいはい、これはちょっと一回会ったことなかったから会いに行かなかったと思って行って、で最終そのあれがあのまあ会って話して、でじゃあまあ今後一緒にビジネスしようかみたいな話になったわけだけど、マスターさんではですね、僕らが売ってる生産業の AWAI っていうところを作った創始者ってことですね。そう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 ですね、はい、で彼はまあいろんな事業を立ち上げてて なかなかセミナーでおなじみの小川さんの何喋ってるかが聞こえないどうぞ。がちょっとでいろんな事業を立ち上げてて、はい、あの何百億の会社になってるところもあるし、何十億の会社もたくさんあるし、何個ぐらい作ってるの、2、30個作ってるんじゃないかな。でももうそんなんでしょうね、もういっぱい作ってますよね。でそんな彼があのいろんな、まあ、経験をしてきたわけで、ビジネスで一番重要なことは何かっていうと、スーパースターを雇うことだって言うんだよ。なるほど、うん、もうこれにかのかなうものはないと。ほう、結局それなんですね。そうそう、スーパースターを雇えばもうなんとかなるみたいなまあでもそいつが解決してくれるみたいな感じですね。そうそうそう、だからさっきの話もそうなんだけど、そのなんだっけ、リードコンバージョンライフタイムバリューってあるからこれを上げておけばいいよみたいな話しても、あのいわゆるあの B 級 C 級の人だと何もできないよ。で結局何やっていいかわからんっていう話になるってことですね、上げるために。そう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 、うん、でも スーパースターだからまあ A プラスプレイヤーだったら、はい、それさえ渡せばなるほどと、ね、じゃどうすればいいんですかっていうのはもちろん知識ないわけじゃん。
知識ないから知識を得るところから、まあ自分勝手に本とか読んだりとか誰かに聞いたりとかセミナー行ったりとか行っていいですかとかこれやっていいですかあれやっていいですかとか自分の中で頭で考えて仮説を立ててこうやったらいいんじゃないかでやってみたらダメだったっていうのをこうやって繰り返す繰り返しやっていくからいつか良くなるのね。まあ当たればね、一個当たれば良くなりますからね。で自分はまあそれなりにその会社をまあその事業をそれの規模に育てたわけじゃん、うん、ってことは何やればいいかっていうのは分かってるわけでしょ。 そうですね、そしたら別にあとはそれを教えればいい話だから、うん、まああとはなんとかなるからってことですね。困った時があったらなんか聞いてぐらいで全然いけると。そうそうそう。いやこれねぶっちゃけの話ね、これぶっちゃけの話していいのかとか分かんないどれぐらいのぶっちゃけ書いてるの、社内ぶっちゃけなんで。なるほど、じゃあいけますやっぱね今一つの事業部を担当してるのね、はい、新しく始めたやつ、はい、青川さんが、はい、そうそうそう、で担当してるやつがあって、でそこはまあ新規事業だったから人がいなかったって、うん、でつい2ヶ月前ぐらいかな、一人メンバーをアサインしたのよ、はい、でその人は多分入社6ヶ月目ぐらいかな。で多分まあそうです、1年行ってないですよね。で、はい、でその6ヶ月間はアルバイトみたいな感じ、あ、はいはい、業務みたいだったの、まあ、アルバイトみたいな感じ でぶっちゃけ俺これ時給見てびっくりしたんだけど、ごめんねって安くて安すぎておっと思って、でまあまあ1月からまあ社員になってどの子なんだ、まあそれでも11月からそのなんだアサインして、はい、そのまあメンバーとしてやると。でまあ、そのマーケティングとかもちろんできるわけないから、うん、その辺は全然あれですよ、セールスライティングとか全く学んでないんですよね。まあ、もう全然医療業界の人だからね。そうですね、うん、全く知識ないというところですね、知識ゼロっていうことですよね。文化も全然違うでまあ今教えてんだけど、ね、圧倒的に素晴らしいねなるほど、見る見る成長していって、だって俺11月にまあ確かアサインしたんだけど、一応そのマニュアルっぽいのが作ってあったのね、はいはいはい、それは前任者がマニュアルっぽいの作ってくれたんだけど、うん、あその引き継ぐみたいなわけで、アサインする業務を前の人がやってたわけですね。そうそうそう、いろんな業務があるじゃん仕事もね、はいはい、そのなんか商品を設定するとかどうのこうのとか、うん、メールを送るとかさ、一応まあそれなりのマニュアルみたいなの作ってくれてたね。でこれ見たら分かるからみたいな感じで、もちろん俺そのの教える時間ないし、俺も知らないからやり方とか細かいところ、ね、これ見て分かんないことがあったらその隣の人に聞いてその辺のいる人に聞いてって言って、もうそれで完了みたいな勝手にその人が聞いてるわけですね。分からん時あったら勝手に聞いてるし、読めば大体分かりますとか言って、あいけますねみたいな。そうそうそういいですね。もうね、あなんだと、こんなのは初めてだそんなさ、一方でさ、言っても言ってもいくら懇切丁寧に説明しても分かんなくて間違いを繰り返す人とかもいるじゃ ん、ね、そうだろうみたいな、ね、そう間違いが、そうだから、そう なんだこの違いはと、はい、1ヶ月目終わりました。まあ、ね、1ヶ月目も12月だからあれ で3ヶ月目先月か、まあ、1月ですね、そうですね、先月かな、うん、これなんかそうですね、にはいかにも売り上げを立てるかっていう話をして、もう言ってるんですか、そこまで。そうそうそう。おう。で、もちろんそのセールスレターを作れとか、うん、でもメールは書いてるわ。あ、いいメール。売り込みのですか。そうそう。セールスのメール書いて、でメールをこう俺に出してくるわけ。あ、どうですかと。そうそうそう、レビューするの、はい、バーッと出してくるわけ。で、もちろん最初基礎がなってないから、これ違いますと。で、でも最初書く時も、俺が昔に書いた。そのキャンペーンをこれ参考にして書いてみて、で書いてでバッてできたと。でまあまあでもそれなりなんだけど、まあ基礎がなってないから、うん、まあここ違うここ違うここ違うとね出すわけ、うん、でまあ、ま、出してきて、でこうそういうのを繰り返してんだけど、そもそもね最初に出てくるのがいいのよ。そこそこいいってことですね、うん、勉強してへんっていうわけじゃないやろっていうのが出てくるんですね。なんていうの、普通トンチンカンのやつ出てくるじゃん、まあ、大体トンチンカンこれお前ツッ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 みたいなのが出てくるじゃん。そうですね、
どういう気持ちでそれ書いたりとか、そうそうそう、何するか分かってるみたいなそういうのが出てくるじゃん。そうじゃなくてもうそれなりのものが出てくるわけ。なるほど。で、お、どうしたと、すごいやん、まあまあうまいなみたいな。で、その話を聞いてったら、いやこれはなんでこんなのが知ってんのとか言ったら、なんかあちこちで調べて、これとこれで調べましたみたいな感じで。あ、勉強してるんですね。勉強してちゃんとこう情報を入れてくる。なかなかのものですね。そうそうそう。だからそので、だけどそのでいいメールとしていい情報をなんだけども、あの要は買う理由がないよねみたいな、はいはいはい、商品とうまいことつながってないよねみたいなところで、まあそこをちょっと工夫したりとか、あとリアリティがちょっとないとか、その感情が動かないとか、そういういわゆるセールスライティングの技術的な。でも結構あのまあまあ上のランクのところだったんですね感情を動かすとかっていうと、そこできたらもう終わりちゃうかみたいな。そうそうそう、だからそういう話を、まあ、してる。おお、ね、なるほど。でそれで楽しいですって言って、ですか、学んでいくんだけど、ちょっと、ね、あの予算も分かってきて、そう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 、でだからもう教育もこれ読んでて、これ読んでてみたいな、あのマーケで発売してる商品とか出して、これ900ページぐらいある、まあまあ頑張れみたいな、読みましたみたいな、3日後ぐらい。いやそれは来ない、それはさすがに来ないよ、物理的に無理だで、特にその新人だから、そのなんていうの、やっぱ知識全くゼロなわけじゃん、だから吸収、情報吸収することがすごい重要なわけよね。吸収力はありますよね、でもね、うん、はい、だけど忙しいとやっぱ実行の方にこう行っちゃうから、うん、あのちょっと時間ないですみたいな話、じゃあお前それね午前中チャット見るなとか、ね、うん、そういうこの仕事やらなくてもこれを読んだ方がいいとか、うん、まあまあそういう話をしながらやっていくわけだけど、まあでメールは書くでしょ。で先月、まあ、ちょうど先々週ぐらいかな、そのファネルの改善っていうのを、はい、ファネルなかなかこうね、こうね、マーケティングファネルのこう、はい、そうですね、改善っていうのをやるんだけど、はい、それもあのまあもうなんていうの、普通にできる、普通にできるっていうのはちょっと語弊がある、まあ、改善案はちゃんと出してきてくれるってことですね。そうそうそう、もちろんリードするよ、これどうしたらいいかちょっと考えてみたいなね、リードするけど、まあ、そういうのも出てきて、うん、で多分実行は普通にやっていけばいいという話だよね。だから技術さえ身につけばまあまあ相当早いし、まあ、技術身につけるのも相当早いんじゃないかなっていう話で、うん、だからその一人いるだけでなんていうのか、安心というか、もういけるなという、もういける、多分もう多分まあ、2年もしたら別に普通にその事業を運営できるよね、うん、もうセールスも自分で書いてっていうことすらできそうな、多分できると思うよ、ね、うん、でその間俺はそのなんていうの、メールで朝ああ売れてるなっていう状態に なるというね。別に朝みんなやめた方がいいですよ、そうそう、絶対やめた方がいいです、はい、それはやめた方がいいですね、うん、中毒ですから、はい、そうです、夕方ぐらいね、そのエネルギーがなくなってきた時の気分転換ぐらいに、そう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 ですね、ってことですね。だからまあ要するにそのまあ仕組みがあるっていうのも非常に大事だし、一方でその仕組みを実行する人間の あの質もすごく大事です。だからまあ正味ね、そのなんていうのかな、まあ自慢じゃないですけど、どうでした、自慢じゃないですけど。はい、結構ね、そのうちに来る人優秀な人も多いのね。結構新人の方もね。新人の方も素晴らしく優秀な人が多くて、びっくりしたのがこの間そのあの採用で応募してきて、応募してくる人の、まあこれ関西なんだけども、はいはいはい、確か 30% は京大阪大神戸大学。お、国立の、まあこの辺じゃ一番賢いぐらいの、はい、それ3割がそれだから相当いい人、なるほど、それで7割ぐらいバンと落とすのよそれ来て来た人は7割落とすんですよね。そうそう、いや、 やっぱね、そのが頭がいいから、7割だから 85% か忘れたけど、うん、頭がいいからって言ってやっぱ仕事もできるとも限らないでも頭がいいのはまあ必須みたいなとりあえず最低条件みたいな感じなんですね。で仕事もできそうな人をプールにかけて
取ると、あ、息も高く息も高くみたいなね。なるほど。なかなかもう初めからもう即戦力みたいな感じの新人が、まあもうこう教えれば教えるほど吸収して、こうどんどん変わっていく。だからね、やっぱそのそういういい人材はやっぱね、もうね、与えたら与えたらうわーなるから。だからやっぱいい人材ね、スーパー、もうマスターソンがスーパースターやってるのもうね、俺もそうやばその通りみたいな。なるほど。じゃあどうしたらいいでしょうね、聞いてる人はスーパースターを雇わないといけないですね。そうですね、はい、聞いてる人のこと考えなかったマジっすか、スーパースター。いやでもとにかくそのなんだろうな、まあ雇う人、やっぱ会社を成長させたいければやっぱ絶対雇う人の質を上げていかないとダメだと、うん、でまあ売上をその誰か人に任せて自分働かなくてまあ金儲かるぐらいだったら別にできる人いくらでもいると思うよ。ああなるほど、そんなにスーパースターとか言わなくても、じゃなくてもね、それよりもちゃんとした仕組みとかを設計すれば、でそれをちゃんと実行してるかどうかだけチェック普段すればいいとかは全然いける。そうそうそう、いわゆるマクドナルドみたいなもんで、うん、アルバイトでも運営できるっていうようぐらいに仕組み化しちゃえば、あのまああとはそれは私はいいだけの話だから、うん、そうですね。でもスーパースターがいたらマクドナルドがちょっと業績が落ちてきたっていう時にまた回復させたりとかもしてくれるということですね。自分で考えてこうちゃうかって言ってやっていってくれるっていうのがスーパースターやと思いますね。スーパースターやったらやっぱ成長させてくれる、どん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 って言いますね、うん、ただスーパースターを雇うときは自分も成長しないと、あのなるほど、こいつアホやなと思ったら絶対辞めるから、スーパースターはどっか行くってことですよねスターは絶対辞めるそうですね、俺がやった方がうまい会社できると思われたら、まあ、もう残念な、もういいここはいいわみたいな感じで絶対なる、学ぶことがなくなった的な感じになってしまう。要は人でさ、結局そのなんて組織にぶら下がる人とね、まあ、引っ張る人いるわけじゃない、うん、そうですね。でぶら下がる人は絶対やめないけどこうなんとかね、引っ張る人はこれなんか重てえなとか思ったらもう俺一人で走った方が早いぞだったら、まあもうだったら行っちゃう可能性はよっぽどの理由がなければ ねっていうのですね。なので、まあ、スーパースターを雇うとかいい人を雇おうと思ったら自分も成長していかないといけないという話。またマーケティングの話じゃないね、残念ながらね。今最後ねちょっとマーケティングの話に絡めようかなと思ったんですけど無理やなと諦めて、あのそのまま締めようと思ってたところ、あの明確にマーケティングじゃないというつくり方でマーケティングの話じゃありませんでしたということになりましたけども、はい、なので、まあ、マーケティングうちはねマーケティングスキルがね、あの上げたい人が、まあ、でも真面目な話、そのスターを雇えば多分あのレスポンスのセミナーとかにボンボン行かせれば勝手に成長すると思う。ああそうですね、うん、もうすでに多分買った教材とかいっぱいあるだろう。そのポン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 渡して、ああそうですね、読めみたいな、グググググってなる。いいですねそれ。そうそう、それいいですね、簡単で。じゃあその作戦でちょっと言いたいと思います。なんでまあ優秀な人を雇ったら、まあレスポンスの商品とかをこれ見とけっていうだけでマーケティング上手くなるかもしれないと。いやほぼなります、なりますということで、うん、まあ、これ 見られてて優秀な部下というかですね、会社の方がおられる方はぜひ一度、一番優秀なやつを来させた方がいいということですね。その人にやってみてくださいということで、はい、では今週のポッドキャストはこれで終わりになります。まあ、真面目な話だね真面目な、急にね初め前半なんかこうね、あのこれメール見て売り上げ上がってるっていう話で終わるんじゃないかっていう勢いでしたけどそこからだいぶ巻き返したというか、なんていうか、いやあんま真面目な話しちゃダメなんだな、ね、軽い話でいきたいと思いますね。いきたいところ より軽く ね, ですね、はい、申し訳ない、はい、申し訳ないということで、まあ、来週はまあ軽く何のメリットもない、絞っても絞っても何もないような雑巾を乾いた雑巾を絞るようなポッドキャストというです、ね、くだらない話をしたいと思います。申し訳ありませんでしたということで今週は終わりになります。また来週、ありがとうございました。